ゴラームホセーン、モフセニエジェイゴラームホセーン、モフセニエジェイは、イランの政治家、シーアハウラマー。現司法府長官、エスファハーンシュエジェ出身。2005年から2009年7月に突然、解任されるまでイラン情報省を務める。2009年8月24日には新任のサーデグ、ラーリージャーニー司法府長官から、検事総長に任命される。 2021年6月の大統領選挙で当選したエブラーヒーム・ライスイーの公認の司法府長官に任命された。ゴラーム・ホセエン・モフセニ・エジェイは1956年、イラン中部のエスファハーン州のエジェ出身。ハッガーニー人学校の学生で数年にわたる海外留学の後に国際法の修士号を取得。以下のイラン政府ポストなどを歴任。 1996年から聖職者、特別法廷の検事総長を務め、省庁ポストに加え、政府職員のための司法施設の責任者などを歴任。強硬派ウラマーのモハンマド・タギー・メスバーフ・フヤズディに近い保守強硬派とみなされる。モフセニ・エジェイは2009年7月15日、イラン情報省が弁護士との接見なしに数週間交流された人々から得た供述を公表する。 可能性を記者団に示唆した。同氏は司法制度が決定すれば、交流者から得た供述を公表することもあり得ると語った。人権活動家は、供述なるものは無理強いされて得られたものと懸念を表明している。モフセニエ J は、4年の人気満了4日前にあたる2009年7月26日に、理由の公表なしに、情報省のポストを解任された。 エスファンディアール、ラヒーム・マシャー・イーの第一副大統領任命に反対したことが関係するとみられる。マシャー・イー氏は、マフムード・アフマディ・ネジャード大統領により2009年7月17日、副大統領ポストに任命された。アフマディ・ネジャード大統領は後に、モフセニ・エジェイを善良な人物と称賛したが、情報省が状況に対処するには大変革が必要で、解任は、 不可避だったと語った。さらに大統領は、情報省が職務をきちんと遂行していれば、大統領選後の流血の暴動で死者が出ることもなかったと語ったが、モフセニエジェイ氏に責任があるとの批判は避けた。ありがとうございます。